上泉の仏な修道跡の日、足利義の理想明光寺は、愛知県一宮市にある臨済宗明神寺派の大寺院。三号は長島山、次号は詳しくは、明高法音禅寺と称する。本尊は釈迦三尊、海山は滅相高四教である。周囲には五つの達中がある。いより、終わりに杉田の妙孝寺と言われる。新陰流海層。 上泉の仏が修行した。部下など離発祥の地、修行道場として総道が設置されている。創建以前には、妙高寺廃寺と呼ばれる古代寺院が建っており、境内各所から出土する奈良時代の河原によって発生域には寺院建築が存在したことが確認されている。その後寺院はいつしか衰退し廃寺になった。数百年後の城は四年も終わり国中島城主。 中島倉人の次男滅相総工が亡き父母の法恩に感謝するために創建され、戦死にあたる南浦嗣明を環状解散とした。伽藍が完成したのは常時四年のことである。この間、文那二年には足利義明の祈願書となり、書山に列し、縁文元年後光厳天皇の直願寺となっている。最盛期には、境内達中八、末寺十三あったという。 ところが、応仁の乱を境に、足利将軍家の庇護を失い、戦国時代の戦乱によって、多くの事業を失い衰微する。天正18年時の後輩を憂いた、豊臣秀治によって、京都明神寺から南下、元凶が招聘され再興が始まり、この時から明神寺の末寺となった。秀治が200国を寄進した後、秀吉が300国を主因地として明けがい、後に、 松平忠義に二百国に減らされるも、これが、尾張藩主によって、代々安堵された。明治時代に、火災で伽ンを消失し、北条は、明治26年、栗は、明治30年にそれぞれ再建された。重要文化財の直詞門は、創建党初来の遺構を、今日に至るまで伝えている。当門には、百五十三年後黄金天皇より、賜った、直学。 国中無双全殺がかかっている。境内全域が愛知県指定史跡であり、市宮市博物館が設置されている左より、滅草草港、だるま大師、南浦嗣具脇像転居、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館による、釈迦三尊像他にも文化財が多数あり、尾張の焦燥院とも呼ばれる、幸運院、下舞院、 太陽院、清良院、香薫院の5会院がある。このほかかつては西住院、随薫院もあったが、現在はこちを離れている。また、香薫院の北側に、継承院があった。全国的に知られる、明光寺蕎麦は、明光寺僧侶が考案したとされる。愛知県一宮市大和町明光寺2438。ありがとうございます。